前回のあらすじ。そしてついにこのチャンネルの新メンバーとして潜り込むことができたってわけ。そして一人一人ひっそりと消していく、最後にトライアングル、奴を倒してゲームセットだ。そんなことを。さてと、それじゃあ順次、とか言ったっけ？君のゲームの能力を手放すのは実に惜しい。しかし、ここで消えてもらう。え？何これ？はぁ？消えろ。なんだ？姿を、変えた？君は確か合体シリーズでも早々と姿を消してたよね。その二の前にしてあげるよ。でも合体シリーズと違うのは、もう二度と、このチャンネルに戻ってこれないってことかな？そんなことはさせません。ゲームしかしてこなかったお前に何ができる？お前の戦闘能力など、ないに等しいではないか。確かに僕の戦闘能力はほぼゼロと言ってもいいでしょう。しかし戦闘できないわけではありません。さあいでよ、初音。なんだこいつは、どこから出てきた？これは僕の脳内のキャラクター、初音です。脳内のキャラクターだと、どういうことだ？僕は知っての通り異常なまでのゲームオタク。いろんなゲームがやりたくて仕方がない。でもゲームをするにはゲーム機本体がいる。そこでひらめいたんです。ゲーム機本体を僕の体に埋め込んじゃえばいいんだと。そこで私はネットで調べまして、大丈夫博士、という方に体の改造をお願いしました。その博士は現在とある理由で逮捕されていましたので、刑務所まで行って改造してもらったんです。こいつ、バカか。なんとでも言ってください。そしてその大丈夫博士の手術は見事成功した。かに見えたのですが、なんとゲーム中に突然ゲームのキャラが現実世界に現れてしまったんです。はじめはゲームのしすぎかと思いましたが、リザードンが家を破壊し出した時、すべてを察しました。そう、僕にはゲームのキャラを現実世界に呼び出せることができるんだと。まあそれを知ったのは最近なので、実際自由に出せるのか、僕の言うことを聞いてくれるのかは謎だったんですけどね。なんだその能力。素晴らしい。決めたぞ。お前を消して、その能力をいただく。さあ、消えろ。ふふ、跡形もなく消え去ったな。今だ。何？行け、イカがある。うお。くそ、舐めた真似を。まだ、どんどんキャラを出していきますよ。くそったれ、まさかこれほどとは。皆様、本日はトライアングルチャンネルをご視聴くださり、誠にありがとうございます。もしこの動画が面白いと感じてくださった方は、高評価、並びにチャンネル登録してくださると嬉しいです。ちなみに登録方法は、概要欄の下の赤いボタン、今出ている画面の矢印の先をクリックしてくださると登録できます。それと、サブチャンネルの方でも動画投稿しておりますので、よければそちらもよろしくお願いいたします。最後は霊夢の一言でお別れです。ではどうぞ。順次の能力、本当に羨ましすぎます。皆さんはもしゲームのキャラを出せるとしたら、何を出したいですか？私はもちろんキャタピーです。